ここでお前と戦っている間に、誰の邪魔も入らず、セブンは実験を成功させることになる。さて、それはどうかな。減らず口は変わらんな。だがキリト、デュエル申請。モードはもちろん、全損決着だ。いいな。ああ、もちろんだ。行くぞ、スメラギ。来い、キリト。これで決めてやるぞ。これならどうだ。俺の勝ちか。まさかこれほどに追い詰められるとは。黒の剣士キリト、強さは本物だな。だが俺にはオリジナルソードスキルがある。テュールという北欧神話の神のことを知っているか。テュールは石腕の戦士で片手ながら軍神として恐れられた。俺はその軍神の生き様を OSS として昇華させた。本来両手持ちのこの刀を片手で扱うことによる片手剣の特性と両手剣のパワーを組み合わせたソードスキルを発動する。これこそテュールの石腕。さあキリト、これが俺の本気だ。もう隠している力はどこにもない。なんだと、これまで本気じゃなかったっていうのか。そう思ってくれて構わない。エールを最強の名は伊達じゃないな。俺の OSS テュールの席は笑っているのか。ああ、こんな血湧き肉踊る高揚感はなかなか味わえるものじゃない。貴様狂っているな。ああ、攻略に命をかけた廃人ゲーマーとでも言ってくれ。今度こそ本当に決着をつけよう。スメラギ、行く。来い。せい。マナが切れたの。ここからが勝負だ。残り体力を助けてください。これだな。
キャンセルするシステム外スキル、スキルコネクト、すごいすごいよお兄ちゃん。さてスメラギ、先に進むがいい。おそらくセブンは他のシャムロック幹部と共にこの先へと進んでいる。どうせ先に行っても貴様らではセブンを止めることはできん。キリト君、今はレインちゃんと一緒にセブンちゃんの元までたどり着いて先に攻略しなきゃ。そうだな、レインはセブンに自分がお姉ちゃんだって伝えるんだよな。じゃあ行くぞアスナ、すぐレイン。うん、急ぎましょう。テュールの石腕をセブンへ継承、移行開始。せい、これでも大丈夫だよ。助かったよ。
切れたのか。ボス部屋か。ここからはいつもとは違う、ただならぬ雰囲気を感じるな。このままボスに挑もう。はい、私もサポート頑張ります。大丈夫だよ。俺たちはこいつを倒してセブンに追いつくんだ。シークフリート。シノン、こいつも北欧神話の神をオマージュしてるな。ドイツの英雄叙情詩の主人公よ。北欧神話のシグルスと同じ起源なんだ。剣の腕に秀でているという伝説がまさにラストダンジョンの敵としてふさわしい。強力な一撃が来ます。このくらい問題ないよ。これはどうだ。
油断するなよ。助かったよ。たちはこいつを倒して先に進んだのかな。おそらくパーティーごとに戦わなきゃダメな仕様なんだろう。別パーティーの俺たちが登場したからきっと復活したんだ。このダンジョンの終着点かもしれないな。やっぱり感じるのね、他とは違う雰囲気を。ここはさっきのジークフリートよりももっとヤバい感じがする。どうする、このまま戦いに行く？やっとここまで来たんだ、このままボスに挑もう。わかった、みんなでボスを倒そう。セブン、プリビエット、キリト君にレイン。君だけか、他のシャムロックはどうした？みんなもうやられちゃったよ。本当に強かったの。でも私がたった今倒したから、ここのラスボスを。え？なんだって？スバルト・アールブヘイムの最深部にいる闇の神を私がたった一人で倒したの。お前のスキルレベルじゃ到底勝てないだろ。一体どういうことだ？キリト君、前に言ってなかったかしら、このエリア限定の OSS の引き継ぎ方があるって。それは元の使い手が使えなくなっちゃう代わりに、引き継いだ相手はそのスキルの熟練度も引き継げるというパターンなの。じゃあクラスタやシャムロックが自分の OSS を一斉にセブンに引き渡しているの？そうよ。君に敗れた後、スメラギ君もこのスキルを私に引き継いだんだよ。そうか、シャムロックやクラスタが持つその羽飾り、それはスバルトエリア限定のレアアイテム。映像や音声の通信手段として使えると同時に。そう、
スバルトエリア内限定で離れた場所にいるプレイヤーにでも OSS を引き継がせることができるの。そして今まさに私は倒れたみんなの力を集め、ラスボスに一人立ち向かい倒したわけ。今頃この羽飾りを通じて ALO 各所に伝わっているはずね。壮大な実験、題してラグナロクパストラルとでも名付けようかな。どう？ラグナロク、北欧神話の神々の黄昏か。神々の時代よ、キリト君。私の実験の成功はネットワーク社会の新たなる一歩になるの。セブン、君ってやつはいくらシステムで許されていたって、多くのプレイヤーたちのゲーム体験を、経験値を摘み取ったんだぞ。スキルを向上させるためにそれぞれ努力してきた血と汗と時間が、君の実験のために無駄になったんだ。その責任の重さを理解してるのか？キリト君、やだな、熱くなっちゃって。私は一度も強要してない、間違ったことは言ってない、みんな賛同してくれただけ。私もその思いに応えるために実験を成功させてみせる。この素晴らしさが君にはわからないのかな。無駄なのか。今頃スメラギ君がデータを取ってくれているはず。いい結果が出ればいいな。セブン、あんた何を勘違いしてるの？あなたは何の権限で私の頬を引っ叩くのかな。あんたのそのクソ生意気な笑みを見てられなくなったからよ。おいレイン。キリト君は黙ってて。確かにあんたの実験は交渉かもしれない。それで新しい技術が生まれるかもしれない。でも、あんた仮にもアイドルをやってるんでしょ？夢を与えるのがアイドルの務めなのに、みんなの楽しみを奪ってどうすんのよ！私はみんなの期待に応え、みんなはその見返りをくれた。これは互いに利益を分け合う純粋な交渉よ！みんな幸せなんだからいいじゃない。みんながチヤホヤするのはあんたに惚れ込んでるからでしょ。実験がどうかだなんて関係ないわ。でも私はちゃんとリアルのことも明かしてる。その上でみんなは突き従ってくれてる。こんな清廉潔白な行いの結果をそんな風に言わないでほしいわ。じゃあはっきりと実験のためだったって言いなさいよ。それはそれにね、私たちはここでゲームをしに来てるの。博士だかなんだか知らないけど、よくわからない実験に利用されるのはもうごめんなのよ。キリト君も私も、私たちに用意された大事な遊び場をあ
んたの妙な欲望で汚さないで。ゲーム、レイ、別にあなたの理屈を全部否定する気はない。でも私は止まるつもりはないよ。実験はまだ続ける。そうか、じゃあ俺たちは。ラスボスをたった一人で倒しちまった君を倒して、そのラグナロクとやらを失敗させてやるさ。強力な OSS を無数に持つ私に勝てると思うの？そういう相手の方がむしろ燃えるさ。俺たちのラスボスにふさわしいぜ。そう、キリト君、行くよ。生き抜いたプレイヤーだというなら、あなたたちを倒せば私はさらなる英雄として高みに登ることができる。最強だってみんなに認めてもらえる。だからキリト君にレイン、もう一度戦いましょう。キリト君、セブンの様子が何かおかしいよ。これは、なんだ。私は絶対に負けない。私は絶対にいつまでもみんなに認められる存在であり続けるのよ。